いい感じです。大丈夫ですか？はい。これぐらいだったらいいと思うんですね。今、カットじゃないや、カラー終わりまして、染まりました。でこれからカットしていくんですが、長さを変えないということで、下のレングスはちょっと揃えるぐらいですね。あとなんか顔周りがちょっとモデルさん気なんですよね。気になります。はい、顔周りのこの辺をちょっと小顔に見せたいということで、そこを小顔になるカットをまずします。基本的にはそんなに、難しいカットはしようと思ってないので、ただ1個ポイントとしては、前髪の小顔カットは結構必見かと思うんで、それは真似できるかと思います。他のカットは、基本的なドライカットのベースカットですね、それをちょっとやっていきたいと思いますので、お願いいたします。では、シザーの方は、またショーバルタンですね。こちらショーバルタンを使用して、やったらやばいですね。完全に悪意を感じます。似てるって思われそうじゃないですか。それちょっとやばいです。いじめに近いです。でもマリモコリ可愛いですけどね。あ、本当ですか。はい、マリモコリ。そしたら似てるって言ってもいいだけ言われても大丈夫です。はい。まず下から切ります。下切るっていうよりはちょっと左右の長さがちょっと違うところもあるんで、ちょっとそこのバランスを整えるぐらいなんで、通常通りですね、レングスを下に下ろして、こういう余計なところあるんでそこを切りますね。そこはちょっと切らないとダメなんで、いいですか、このまま。今回は上向いてもらわないで、通常前は上向いてもらって、今までの動画とかはちょっとこっち長くしてたんですけど、今回はちょっと顔周り少し短めというか、少しこの辺は長くなくていいかなと思ってるんで、通常のまっすぐの目線でこのままくるっとやります。いいですか、ここをくるで毛先をちょっと揃えますね。で反対側もカットしていきます。このままくるっとして、ガイドがないですから左右ちょっとで左右を合わせますね。でくるっと合わせていきます。で今度は顔周りのカットなんですが、はい、顔周りのカット入りますね。で、顔周り自然にこう軽さをちょっと入れたいと思うんで、サイドチェンジっていうのをやります。はい、サイドチェンジは全部前から前に持ってきてですね、ちょっとやってみます。こちらから切りますね。この時にどこら辺に、最初のラインを決めたいかっていうのを最初決めといた方がいいですね。前にシェイプしてちょっと刈り切りでいいので、この辺につなげていきたいなって、僕は思うんですね。なのでちょっとここに、印をちょっとつけます。バツンとちょっと切りましたけど、ここに印をつけました。ここに合わせて、ちょっとやっていきます。ここですね。はい、でサイドチェンジしていきます。サイドチェンジは直接引っ張るっていうよりはこういう感じのイメージですね。丸く作っていきます。
コの字を描くような感じのシェイプですね。下にしてぐるっと曲げるっていう感じです。直接シェイプしちゃうと結構短くなりすぎてしまうんで、短くなるのが下の重さが取りすぎてしまうんですよ。なので一回下にやりながら、下にやりながらぐるっと持ってきます。いいですか？そこ間違っちゃうとここが短くなっちゃうので、直接持ってきちゃうとすごく切れちゃうんですよ。で、ちょっとこの字を描くような感じでやっていきます。お客さんの反対側に立ちまして、もう届く毛は全部切りますね。で、まず上から切っていきます。先ほどのガイドに合わせて、ちょっとこういうふうに切っていきますね。先ほどのガイドに合わせて、はい、僕はね、自然に落ちたところを直接こっちに持ってくるだけにしてるんですよ。その方が自然になるので、シェイプしちゃうとやっぱり根元の癖死んじゃうので、真下に落ちたやつをこっちに持ってくる、それぐらいでいいと思います。でさらにカットラインをえぐらないで丸く切ってますね。ちょっと難しいかもしれないですね。ここを丸く切ることによってここに柔らかさが出るんです。これをコーンケープにしちゃうとすごく、なんていうのかな、シャープな感じになりすぎちゃって、ちょっと古い感じのレイヤースタイルになっちゃうんですよね。なのでちょっと丸さを残します。はい、これも本当できればすごく簡単なので、はい、この辺に落として拾ったら、下からすくい上げたら、そのままの感じでゆっくり持ってきてカットします。はい、でそのまま下に下ろしていきますね。上のガイドラインから徐々につなげてます。何度もチェックしてください。このような感じですね。で、あんまり危険なのは、下の重さ取りすぎたくないので、あんまりここの毛を直接こういう風に切っちゃうとダメなんですね。あくまでもこっち切りすぎちゃうとここが短くなっちゃうので、この辺まで持ってきたらこの位置の部分だけ切ってください。届くやつだけ。こっちに入れすぎてしまうとここがなくなっちゃうんですね。もう一回やりますね。まず上のガイドラインに合わせて、はい、コームを下から、通して、ちょっと髪の毛をずらしますね。で、自然な癖の状態になったらこっちに持ってきます。で、そこで届く毛を、はい、R でカットしていきます。で、今度はその下の段ですね。大体2回で切れるんで、バックの毛とかも届きませんから、はい、ここでちょっと根元をずらします。そしたらこのままぐーっと持ってきてつなげていきます。一番ダメなのは、こういうふうに切っちゃうことですね。こう切っちゃうことですね。あとこっち入れすぎちゃうことですね。で、これでこっちのラインは終わりです。簡単ですよね。これはまあセンターパートで合わせちゃってもいいと思いますので、で今度反対パートに、こっちも同様に長いコームがね必要だと思うんですけど、長いコームで、ガイドをまずね見つけましょう。先ほど切ったガイドラインをまず探します。左右の長さをこういうふうに確かめて合ってるかどうかを見ていきましょう。はい、たるませて。
多分前回切った方が多分こっちあんまり切ってなかったっぽいんですよね。左右ちょっと違ってたので今回これで綺麗になりましたね。すごい単純なんですけど奥が深いのでなるべく逆らわないで自然に切るっていうことがポイントですね。やはりこのシザーで切るっていうのはやっぱこのノーテンションで切るっていうことができるのでレザーカットとかだとテンションをかけた状態で切るのでやっぱりこのシザーの良さをもっとこう出していけたらいいかなと思います。あと切り口によってねやはりあのパーマーと相性がいいのがやっぱり間違いなくあのシザーのカットなんでそこをちょっとねやっていけるといいかなと思います。カットの断面の切り口が大きくなるとパーマかけた時にパサついてしまったりとかするのであのスライドカットとかもうまく入れないとあの裏面に出てしまったりあとそぎですねそぎもちょっとあの入れすぎてしまうとやはりマイナスになってしまったりします。はい、これで、ちょっと見てないで、鏡をちょっとあれなんですけど綺麗にここの段が入ったの分かるかなと思います。でバックで、まあ、長さのレングスを合わせるんですけどもちょっとバックいきますね。はい、もう合わせるって言ってもですねもうこの後ろ正直そんなにちょっとこのまま下ろして切るぐらいで大丈夫なんであまりちゃんとやんない方がちゃんとやってもずれますから。きちんと切るよりもお客さんがやりやすいようにする方がゴールとしては正しいと思うので綺麗に切ろうとしているやり方っていうのは美容師さん中心の考えであって赤にお客さんがやりやすい状態を作ってあげるっていうことなのでベーシックは必要ですがそこをちょっと見失ってしまうとただの自己満足のカットになってしまうのであくまでもお客さんあってこそのカットですからそこを気をつけていった方がいいと思います。なんで無駄なことってすごく多いんですよね。なんで無駄なことをするんだったら無駄じゃないことをしっかりやってあげた方が、いいと僕は思います。でシャギもね、はい、シャギというか、まあ、入りましたんで長さチェックします。そうですね。最初の映像を巻き戻して見ていただくと分かるんですけど、かなりこの辺のラインが綺麗になったかと思います。で、今度次前髪なんですけど、ちょっとレイヤーも入れましょうか。簡単なレイヤーの入れ方ちょっとやりますね。真上にここから真上に引き出します。こういう感じに。全部持ち上げます。で持ち上げて少し前なんていうんでしょうね前の方がちょっと短いぐらいのラウンドで、テストし今のチェックしますチェックカットというかでこの時はもうバックの毛も一緒に持ってきていいんで1個にまとめて、まあ、本当簡単なやり方ですね。これは初級編というかはい、カットってその人ぞれの考えはあるんですけどハサミの開閉の数が少ない方が綺麗につながるんですよ実は、まあ、枝毛カットとかは別としてなんですけどなんであまりちょこちょこ切ってると実際つながらないんですよね。こういう風になってるでラインがそこを綺麗につなげていきます。でいかに少ないカットの、展開図っていうかねそれでカットしていくかっていうのがポイントで結構複雑にしちゃうと逆にそれがやりすぎになっちゃってなんか繋がんなかったりとか、 なんか手入れしづらかったりとかなっちゃうんで本当時間もかかりますしかなり単純にやっていくっていうのがまあ、ある意味一つの方法ではありますね。ちょっとごめんなさい。でネープの場合はこの耳からまあここですね
ボンド雲のところのラインはここ重さなんで取らないでください。でバッグを持ち上げますね、1個に。このような感じでバッグもまたまっすぐですね、こういう感じに持ち上げて、はい、ここを切ります。これぐらいですね。でここのラインはそんなに気にしなくても大丈夫です。まあすごい今簡単なやり方で、時間もちょっとないので簡単なカット方法ですね。で早速前髪のカットに行きます。ここはちょっとアップにしていいですか。はい、はい、で、ちょっと小顔になりたいということで皆さんセニング、お持ちでしょうか。何パーセントでしょうか、皆さんのセニングは。まずあんまり削ぎ率多いセニングちょっと使えないんですけど、まあ 20% 以内ですね、それぐらいのやつがいいです。でこういう髪細い方はもう 10% 以下ぐらいのやつでやらないと。これは T2 セニングって言って削ぎ率 8% なんですけど、ちょっとやってみますね。まず前髪のラインを作ります。まずベースを最初作るんですけど、力でいいかな、ちょっと前髪をちょっと切ります。これはショーバルタンですね。ショーバルで前髪をちょっとまず作りますね。狭めで作ります。はい、作っちゃう目閉じですね。で、指をここに入れて開閉できないようにわざとしますね。その状態でここから根元の方の刃を使って滑らかに削っていきます。ここに指を入れることによってすごいソフトに切れるんで、柔らかいラインが作れます。そうすると流れがまずすごい流れるんですね。でこれで、前髪のラインはちょっと作れました。感じで前髪を流れる感じに切ります。まあ、毛先ちょっと重いかもしれないんで、若干毛先だけ縦にちょっと入れときます。これは 8% の削ぎです。まあ、ほんとちょっとだけですね、ぼかすぐちょっと入れてます。でここからですね、で、シェイプを前にシェイプしてもらって、小顔効果作る場合はこういう感じですね。でこういうふうにシェイプしてもらって、でここのちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ここの前髪につながる中だけを切るんです。分かりますか、表面は切りません。で点々点々点々点点点点とこうなったこの中を削ぐんです。ちょっとやってみますね。で取る時はちょっと前髪をこの骨がね張ってると思うんですけど、この辺の
髪の毛を全体前に持ってきます、ね、いいですか。そして髪を縦にして、ちょっとわかりますかね、表面は切っちゃダメなんですね。表面じゃなくてこの髪の裏だけを切るんですよ。ちょっと横の方わかりますかね。こうした時のこう縦にした時のこの中を半分だけですね、中の半分の毛だけをセニングでカットします。わかりますか。ということはどういうことかというと、中ではつながってるけど表面はつながってないということですね。ちょっとやってみますね。これは何回もビデオを繰り返してみてくれればわかると思います。はい、このラインを記憶してくださいね。ここの前髪のラインを記憶します。はい、これの流れてくる延長線上がここだなっていうところを記憶させて、はい、この位置に表面は残る状態で毛先に向かってちょっとすいていきます。これは 8% セニングですね。そうすることによって、何が行われたかっていうと、表面の毛は切れてないんだけども中の毛だけ切れてるんで顔にフィットするんですよ。そこがポイントなんですね。なんでこの辺から持ってきて、そして縦を作ります。もう一回やりますね。ここの延長線上の、はい、これはつむじに対してこういう風に取って縦の棒にしますよね。でそこから、はい、この辺だなっていう場所が分かりますので、指で持って見えます、ここです。刃を使うとしたらセニングの先っちょの2から3個ぐらいの刃を使って滑らして削いでいきます。その時は毛先は一切削ぎません。あんまりやっちゃうとちょっとモデルさんの毛がなくなっちゃうんで、ちょっとこのようにしておいて、また反対側いきますね。反対側もここの、噛むとこう出っ張るところの筋肉があるんですが、そこの毛を切っていくんでちょっとラウンドした状態に持ってきます。はい、そして、髪の毛をラウンドした状態で持ってきて、はい、でこちらもこちらの方がねちょっと分かりやすいと思うんですけど、なんでこう直線じゃなくてちょっとこうこの筋肉の周りを切るっていう感じですね。はい、これ個人的に筋肉がある方は大きいラウンドになりますし、ない方はタイトな感じになります。で、ここの前髪の位置、はい、ちょっと分かりづらいと思うんで、この前髪の位置のところの裏側ですね。分かりますか、この裏側見えますでしょうか。この裏側を指で上から取って裏返します。そしてここを表面を切らないようにしてセニングを滑らしていきます。はい、でもう1回やります。先ほど2回やったのでこっちも同様に2回やっていきます。筋肉の丸さに合わせて、この前髪の最後の位置ですね、ここを記憶しといて、そこからそこに一発入れたら徐々に滑らしていきます。その時に滑らす時は常に髪の毛の半分だけセニングで取っていくようにしてください。そうすると小顔効果が作れます。ちょっとこっちで確認しましょう。ちょっと僕見てないんでね、すいません、ちょっと分かんないですけど、ここがフィットしてるの分かります。ここがピタッと、あ、分かります、分かります。これで結構ここが変わるんですね。削ぎでここ入れるってことで長さは切ってないんですけど、フィットしてここがシャープになるんですよ。でも表面のツヤ感は残るので、ここは長いっていう。ちょっと今や何やられたか多分分かってないと思うんですけど、まあそういう感じで、ちょっとこれで前髪大丈夫ですか。ちょっと短くても全然大丈夫です。ああ、もうちょい短くて、終わります。じゃあもうちょい了解です。もうちょっといきますか。はい、もうちょい短くて、ぜひ、なんか足んないくらいで全然足んないくらい、はい、じゃあ切ります。はい、こう胸押さえて、もうちょっと短くしたいということなので、これですね、指挟んだ状態でカットして切ります。で眉毛切りそうなポイントはちょっと危ないんで、やっぱり指でねちょっとこう上から取っていく方がいいかなと思います。ちょっと眉毛切れちゃうんで、ね、
で、小顔カットがちょっとできます、ね、あ、いい感じです。大丈夫ですか？はい、これぐらいだったらいいと思うんですね。これ以上切っちゃうとちょっと短いと思うんで、はい、した感じになる感じなんですね。これがあの小顔カットのやり方になります。今日はまあ簡単なカットなんですけど、後で顔周りサイドチェンジしながら削ぐ方法なんですけど、まあこれが 8% ぐらいのやつで、先ほどと同じようにサイドチェンジしながらちょっとずつこう間引いてですね、裏側の方を取っていくっていう削ぎなんですけど、反対側、裏側の方をちょっと取っていきます。このような感じで、ちょっと反対側もやりづらいんですけど、反対側は下にこうねじってください。ねじって裏面を入れるような感じなので、分かりますかね。ちょっとこっち難しいんですけど、裏面なんでちょっとねじって裏側入れる感じです。まあ基本先っちょだけ使ってる感じですね。はい、このような感じで、とりあえずできました。はい、今日はまあこんな感じでですね、もう時間もあれなので、終わりたいと思います。はい、皆さんちょっと、繰り返して何度も見ていただければコツが分かると思いますのでお願いいたします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、また、毎日更新できるようにですね、動画の方アップしていきますので、皆さん、ムービーコラム見てください。あと、動画の方のですね、詳しい説明とかその辺は、公式のブログの方に、書いてるんで、ブログの方もぜひ見てください。はい、応援とかシェアしていただいたら非常に嬉しいです。今日どうでしたか？すごい楽しかったです。本当ですか？嘘っぽいですか？いや、どうですか？すごい髪の色がすごいお気に入りになりました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日も夜遅くまで。はい、では皆さんまた、見てください。じゃあねー。いきなりですけど。さよならー。さよならー。